30分遅れで試合が間もなく始まろうとしています。ホームの FC 町田ゼルビア、いつものファーストユニフォーム、そして一方の水戸ホーリーホック、ホームの FC 町田ゼルビアが右エンド、今町田ボールでキックオフがされました。が内側に返したボール、安藤が狙っている。ここはプレッシャーかかる局面だ。さあ入った、藤尾右足シュート。今の背負い方からしてもやっぱり藤尾選手はある程度ポストできそうな感じですよね。そうですね、はい、安藤が寄っていきますが、おお、ここは藤尾に入った。藤尾のシュート、決まりました。先制、水戸ホーリーホック。藤尾翔太、移籍後初ゴール、4試合目にして取りました。6月の12日、セレッソ大阪から加入しました。松崎からワンタッチで縦、安藤瑞希が前を向いていく。で、裏から藤尾が行く。藤尾シュート、右へわずかにそれていきました。で、佐野がつないでいって、安藤瑞希高い奪って、佐野裏に出していく。さあ太田、ここはスピードがある。1対1の局面作れる。左足決まった。交代策ズバリはまりました。太田修介、今シーズン4ゴール目。町田が同点に追いつきました。20節愛媛戦以来のゴール。まあ、新川選手の逆を通りましたね。はい、いや素晴らしい同点ゴール。まあ、愛媛戦は、ね、こういったところから高井選手に出して吉尾選手がゴールに向かうようなクロスを入れて、そこら辺がゴールになりましたしね、はい、そうですね。さあここは高井を使った、高井からのボール逆サイド、ヘッド、深津光太でした。面白い、高井からのボール左サイド折り返し、チョンテセ。この高井選手がよく一番外の太田選手を見て大礼で出しましたし、はい、まあ、太田選手もこれ非常に難しい折り返しですけどね。カーニ選手が固まって、デニアにちょっと出づらいような感じで選手もいます。ニアに来た、ヘッド、浦田のシュートよく止めた。キーパー福井、完全にマークを離して、まあ、フリーで村田選手、ね、ヘディングしたんですけどね、立派なバックスタンドが出来上がって J1 勝利だった FC 町田ゼルビア、ここで勝利、後半逆転をしました FC 町田ゼルビア。この太田修介、サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために、 J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。